さらに盛り付けられた、エスカルゴエスカルゴは、フランス語でカタツムリを意味する語。日本では、通常カタツムリそのものを指すのではなく、エスカルゴを用いたフランス料理を意味する。通常は、前菜として食卓に供される。普通、複数個で供されるため、メニューには、レエスカルゴズと、複数型で書かれていることが多い。 多くの種類があるカタツムリの中で一般に食用に供されるものは主にリンゴマイマイとプティグリ、グログリの3種類であった。リンゴマイマイなどは繁殖力の低さから利用が減少して絶滅危惧種となる状況にあり、代用品としてアフリカマイマイが用いられることもある。食用カタツムリとして流通しているものは、ほとんどが穀物などの飼料を与えて養殖したものであるが、 ブドウ畑などに生息する食用に適した野生のカタツムリが利用される場合も稀にある。野生のカタツムリを材料とする場合はどんな餌を食べていたのかわからないので数日間絶食させるか正常な餌を与えて消化管に残っている未消化物などを排泄させる処理が必要となる。リンゴマイマイの卵はホワイトキャビアとして食用にされている。 殻から取り出し内臓を除去した後に加熱され、パセリとニンニクのみじん切りを練り込んだ、エスカルゴバターと呼ばれる、バターソースを絡めるのが最も一般的である。盛り付ける際に、一度角から取り出した身をサイド殻に、戻すことが多く、殻入りの場合は専用のトングで殻を挟んでから、フォークで身を取り出して食べる。殻を利用しない盛り付けでは、半球状のくぼみを数箇所持つ。 たこ焼き器に似た専用の皿を用いてくぼみの一つ一つにエスカルゴの実とエスカルゴバターを入れて熱々の状態で食卓に供される場合が多い。日本では売買で代用することもある。ブルゴーニュシュリンゴマイマイの養殖に成功した牧場が三重県松阪市にある。ありがとうございます。